こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者必見、ラクマって無在庫転売可能でしょうか、無在庫転売厳しいでしょうか、その他有在庫のリスクありますか、というテーマで相談します。それでは早速いってみましょう。はい、ですね、私の YouTube からですね、視聴者の方からですね質問ありました。でですね、ぜひねこの質問ですね答えさせていただきます。はい、まずですね、ラクマで無在庫転売が大丈夫でしょうかってことなんですけど、これはですね、ラクマできないですよ。実は言うとラクマですねできないです。で、これはですね、ぜひ規約でね確認してください。これ出てますので、できないです。で、これですね、一つだけね、これちょっとアカウント取れるかもしれないですけど、方法ないってわけじゃないですけど、例えばですね、商品あるじゃないですか。で、実際売れる商品があって、商品が売れますよね。で、例えばね、ない状態、この商品がすごい人気で売れると、売れる商品ですね、売れる商品で、例えばこれがちょうどなくなってしまった場合あるじゃないですか。だけどこれ売れますよ、人気ある商品ですよね。で、それ注文ですね、注文、しているときに、注文が入るとしますよね。これ一応無在庫っていうんですか、こういった無在庫っていうのもあるんですけど、これは極力あんまやらない方がいいですよね。目つけるとアカウントも取られちゃうんで、メルカリのラクマも結構、特にライクマ最近結構ですね、厳しいですよ。で、私の知り合いも、規制されちゃうって言うんですね、規制。で、なんで規制されたかちょっと考えたんですけど、結構厳しいですよ、ラクマも。昔はかなり緩かったんですけど、今も結構厳しくなってるんで、メルカリほどまで厳しくないですけど、ぜひね、極力やらない方がいいですよ、これは。アカウント取られちゃうんだったら、せっかく育てたのが損しちゃうんで、リスクなんですけど、リスク、無在庫もしやるとしたらですね、ヤフオクはいいかと思うんですよ。ヤフオクですね。で、これはですね、オークファンってあるんですけど、ここでですね、検索ね、例えば無在庫とか、検索するとですね、出てきますので、ちょっと私はですね、やってないんで、無在庫やってないんですけど、輸入ですよ。海外輸入ですね。こういった商品はですね、無在庫オークファンでできますので、ぜひやってほしいかと思うんですけど、商品輸入するとですね、結構時間かかるので、そこら辺でね、購入してくれた方を取引、お話しして、やっていただければいいかと思うんですよね。はい。で、無在庫は基本的にですね、売れないんですね。無在庫はイコールですね、売れないです、正直。なぜかというとですね、まずですね、私、有在庫でやってるので、有在庫で、今日もですね、どんどん、売れてるんですよ、正直。で、基本的に有在庫ですよ。で、これなんで売れるかというと、評価がありますよ。評価がある。ってことはですね、人の信用があるじゃないですか、結局、これ結論が来たら。なので売れるんですけど、無在庫、初めから無在庫やるんですよね、これ。要は商品があるってことは早く出るので人が買いますよね、購入しますよね。だけど無在庫の場合でやると商品がないし、いつ来るか分かんないし、実際来るのかって話になるじゃないですか。で、例えばアマゾンなんかだと、例えば外国人の方で無在庫やる人いますよね。そうするとすごい極端に安くしてやってるじゃないですか。名前言わないですけど、そうすると商品実際に来ないんですよ、これ。なので、購入者がですね、信用しないから買わないんですよね、商品来ないから。なので極力この無在庫っていうのはですね、評価が高い場合にやればいいかと思うんですよ。無在庫評価が高い場合ですね、これに越したことないですもんね、多分売れないですよ、正直。なので有在庫でやるしかないんですけど、有在庫でリスクあるって話なんですよね。いや、お金がかかるって話になってるんですけど、お金がかかるっていうよりも、売れる商品を探してないんですよ。
まあ、これしかないですよね。で、売れる商品があるってことは、あの、まあ、投資してもですね、まあ、こういうふうに考えるしかないですね。で、あの、この質問した方って、あの、主婦の方だと思うんですけど、おそらく主婦なんだと思うんですよ。で、あの、こうやって考えてほしいんですよ。売れる商品を探してもらって、投資します、投資する、そして持ってくるんですよ。で、これが、例えばですよ、利益を生むね、商品です。で、儲かるでしょ。こうやって考えてほしいんですよ。そうすると儲かるでしょ。で、まあ、これ、お小遣いでも、いいじゃないですか。まあ、例えば5万円でもいいですね。で、あの、まあ、あのファミレスとかね、まあ、お子さんとファミレスとか、まあ、あの、食にね。まあ、こうやって考えていただければいいと思うんですよ。なので、あの、できればね、有在庫で売れる商品を探してほしいんですよ。なんでもいいもんで、まあ、1000円でもいいじゃないですか、ぶっちゃけ。なので、あの、私が推奨するのはですね、もちろんこういう考えですよ。100円ショップですよ。ダイソーですよ。ダイソー。あとはですね、あの、お、あ、ちょっと待ってください。ね、レモンだった。あ、ちょっと、あの、もう一個は、なんつうかな。あの、私の動画に出てるんですけど、もう一個あるんですよ。そこに出ればですね、コツコツ溜まります。でね、私の知り合いですね、100円ショップダイソー商品で、なんとですね、800円出るやつなんですよ。800円。まあ、これですよ。これ実際あるので、ぜひあの、ここが100円ショップダイソーね、実際800円でしょ、あるらしいんですよ。これ探してほしいんですよ。ちょっとわか、名前ちょっとわからないんで、教えてくれないんで、ちょっとわからないんですけど、これぜひあの探してください。まあこれね、あの、100円で800円って結構大きいですよね。10個で8000円になっちゃうじゃないですか。なので、これをぜひ探してほしいんですよ。ですね。で、あの、あとはですね、あの、そうですね、無から言う、例えばですね、ポイントサイズですよ。まあ、これ、私の動画も出てるんですけど、ポイントサイズとかからですね、あの、お金が稼げます。ポイントサイトから登録ですね、登録して、こういったのありますよ。もうちょっとコアに行っちゃうと知見とかあるんですけど、知見ですね。これもあの動画で出てほしい。知見もありますね。知見でもお金もらえます。まあ、こういった上にですね、あの無料でもね、これ100円、800円でいいですよね、正直。こういったのあるので、まあ、あの投資数にもですね、まあ、私メインカメラなんですけど、ぜひね、あの投資金額少ないって方はですね、投資金額少ないかに先方でやり方があるので、ぜひね、まあ、これはね、探していただくのと、私の動画も出てますので、ぜひ参考にしてみてください。あとですね、あの、まあ、こういった結構質問来てまして、まあ、ぜひね、私が可能な限りは、あの、まあ、これ、ね、あの、登録していただければですね、あの、名前と言っていただければ、まあ、即ね、まあ、怖いんですね、あの、まあ、私が知ってる限りのね、無料情報とかお伝えしますので、まあ、全部は厳しいですけど、ぜひ、あの、お答えさせていただきますので、ぜひね、連絡ください。ね、あの、まあ、セミナーコンサートもこちらに無料してますので、ぜひ、あの、お待ちします。はい。ではですね、本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。